両手取りの小手返しです。突き込んで両手を取られました、ね、これに対して自分の力を相手の肩へパッと突き込みます。肩が詰まりました。これを運びます。そして自分の腰の上に乗せたままこの手の接点をさっき基本稽古でやった小手返しに取ります。ここまっすぐなってますからね。これまっすぐなってるのを、見といてください。でここの手は外さないでください。ここは入れといて、こちらの腰で切り下ろます。腰が回ったら、ここをそーっと切り下ろしたら、回りますから、ここを当ててあげて、これで結構です。あっ！取られたときに、これを手で押してしまうんです。最初にやりました、相手上げ。手で押したら相手に力伝わりませんでしたね。そうではなくて取られたやつを受け止めます。空手パッと受け止めます。で手刀がしっかり生きてます。手刀曲がってないですね。この手刀で相手の肩をパッと詰めます。肩の詰まりが大事です。肩が詰まってないのに何度こうやっても相手が動いてきません、ね、自分のなんていうかな力が伝わってない。肩にパッと力を、伝えて詰めたら、でこの時に指を見てください。大体みんなこうなると思います。手が曲がったらもう相手しんどくないんです。力がこっち向いてるんです。力はこっち取ってきたやつに対して力を返して寄せます。まあ、この先はいつもやってる通り腰を使って手を動かさずに体を切っていきましょうね。そう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 。そう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 、今肩詰まりましたね。はい、それを押せていきます。はい、取りに行くの後です。軽く押してください。そうそうそう、そこ取り。そうです、そうです。とりあえずこの、そうです、そうです。そうと、そうと、そうと、そうそうそう。皆さんね、取られたら、こうやってるんですね。こうやってるんです。肩、ね、厳密に言うと詰まってます。だけど、この肩の詰まりを乗せてあげるのは至難の技です。いいですか。座ってて相手が前にこうかぶってきててこれを上げるのはまあできるでしょう。相手上げの感覚ですよね。だけどこの2人の距離感でこれで対峙して取られて攻撃されてこれをパッとこう上げていくのはなかなか難しいです。見ててちょっと分かりづらかったかもしれませんが私はこの取られた手をこう返していくんです。こう返します。取ってきたからパッとこう返してます。これで相手の方はこう詰まってるんです。これを乗せてるんです。いいですか。ちょっとそこのところね説明不足でした。取ってパッとこう返してます。こうやって上げてます。いいですか、ね、でこの肩の詰まりで今私の上に乗ってくれてるの相手はこれをこうやって抜けるんですよ。でまた乗ってるやつを手だけで動かしたら抜けます。腰に乗ってくれてるわけよ。腰に乗ってくれてるものを腰を使わんとこれだけ動かしての落ちるんですよ。なので取られたら相手の肩をしっかり詰めた乗せたら全部腰で動きます。全部腰で動きます。全部腰でそしてでバン、ね、はい、ありがとう。いいですか。相手に対して力を公開してください。これではなかなか難しいですからガッと肩を詰めるね、で手を見ないでくださいね。皆さん手を見てます。手ではなくて詰めるのは相手の肩、もっと言うと相手の腰です。
そこを攻めてますね。いいですね。はい。それが相手がこうパッと壊れる。で、行ってもみたいな。そうですか。まずは、何個でも。